みなさんどうもこんにちは、木更津です。お初の方は初めまして。ご先祖様と一緒、江戸短実況プレイパート 1,2,3 じゃなくて123。前回ですね、非常に手こずりましたが、おたまさんから情報を引き出すことができました。もう本当にね、グダグダで申し訳なかったです。で、その情報が自分がね、ひょっとこ小僧をやってた時に入ったよってことで、お店の場所と、あとそのお店が抜け荷をやっていたよっていう情報だったんですけど、場所が分かったからにはまずはそこに向かいましょうということで、今回うすじま屋に行きたいと思います。よし、ようやく仏島屋の店の場所が分かったぞ。その上、かつて抜け荷をしていた店だって話も聞けた。どうやら鉄之助さんが調べていたのは間違いなさそうだ。鉄之助さんが以前調べていた事件ですね、亀吉さんの事件に関連していたんですが、その裏を調べるきっかけも大黒屋の抜け荷が関連していたので、抜け荷関連でつながっているんじゃないかってことなんですけど、事件に迫る手がかりきっとあるに違いない。あれ、さっきお風呂で別れたのに。ちょっと待って、未来さん。おたまさん、よかった、急いだおかげで間に合ったみたいね。どうかしたんですか。未来さんにね、渡したいものがあったのよ。渡したいもの？そう、まずはこれ。まずはってことは複数あるのか。これは割り符よ。割り符？この木片はお互いが取引相手であることを証明する道具なの。ほら、これって1枚の板を半分に割ってあるでしょ。取引をする者同士が割った板を半分ずつ持っておくの。そうすれば割り符を合わせることでそれが証明できるでしょ。なるほど、暗号とかパスワードみたいなものってことか。薄島屋に入るのにこれが必要なのかな。この割り符、毒っていう字が書いてありますね。まさか。そう、これは仏島屋が使っていた割り符よ。前に忍び込んだ時についでに盗んでおいたのよ。何かに使えるかもしれないと思ってね。これを僕に？仏島屋を調べるのなら何かの役に立つかもしれないでしょ。わざわざこれを家に戻って取ってきてくれたってことかな。足早っ。そうですね、ありがたくいただいておきます。ブス島屋の割り符をもらった。毒と書かれたブス島屋の割り符、2つ合わせて取引相手であることを証明する。何の取引だろう、抜け荷か。それからこれ。これは花火玉。そう、私の手作りのね。どうしてこれを。ご信用というか、緊急の時のために持っておいてほしいの。もしも未来さんの身に危険が迫ったら、その花火を使ってちょうだい。炸裂させればその花火を目印に私が駆けつけてあげる。おたまさんが。もっとひょっとこ小僧をなめちゃダメよ。私も未来さんに受けた恩をどうにか返したいってこと。ということで、緊急用花火玉をもらった。おたまさんにもらった花火玉、ピンチの時に放てば助けに来てくれるらしい。女の人に助けを求める未来くん、かっこ悪い。それに未来さんの身に万一のことがあったら悲しいもの。ありがとうございます、おたまさん。どういたしまして。それじゃあ私はおときちゃんのことを探してみるわね。未来さんは安心して薄島屋を調べてくれていいわ。
すみません。よろしくお願いします。それじゃあね、未来さん、操作がうまくいくよう祈ってるわ。よし、僕も気合を入れていかないとな。薄島屋は日本橋の北にあるって話だったな。事件の手がかり、何としても見つけ出さないと。では移動する前に一旦ね、ちょっと CM です。水分補給してきます。全て解けた。犯人はこの中にいる。必ず真相を暴いてみせる。天道家の名にかけて。はい、お待たせしました。ではでは行きましょう、ブス島屋。赤鬼のマークのところに薬って書いてある。趣味悪いな。毒毒毒って書いてあるしのれんに。紫色は毒毒しいぜ。ここが薬種問屋のブス島屋みたいだな。薬屋なのに店の名前に毒の文字を掲げるなんて、なんというか本当に尖ったセンスだな。センスないよ。ダサい。てかなんで鬼なんだろう。さて、店のことを調べるって言ってもどうしたものか。やっぱり普通に店主の話を聞いてみるべきかな。ん？え？八丁堀の旦那。そうですけど、あなたは？ブス島や薮吉です。薬屋さんなのにヤブって名前ついていいのかな。なんかあんまりこの人の煎じる薬は効かなさそう。っていうかちょっと待て、お前何持ってんだ。それ薬？お椀の中に骨とキノコとなんかゼンマイみたいなの見えるんだけど。気持ち悪い。ブス島よ、それじゃあこの店の店主ですけど、あの旦那は何のご用で。ちょっとお話を聞かせてもらいたいと思いまして。話を？さて何でしょうな。なんだか明らかに動揺しているみたいな気がするけど、まずは探りを入れながら話を聞いてみるとしよう。この店の噂。実はこのブス島屋に関する噂話を聞いたんですよ。噂話？それもこの店にとってはあまり良くない内容の。さて何でしょうか。何でもブス島屋は抜け荷を行っているとか。抜け荷？何か心当たりでもあるんですか？そうもない。そんなことするはずありません。本当ですか？もちろんです。旦那こそ何を根拠にそんなこと。証拠？間違えた、証拠だった。私どもが抜け荷なんてことに手を染めている証拠ですよ。神々ですいません。いくら八丁堀の旦那といえど証拠もなしにそんなこと。
思ったよりもしぶといかもしれないな、この人。噂話を根拠に問い詰められるかと思ったんだけど、どうやら目に見える証拠が必要みたいだな。まあ証拠はありませんけど、今はまだ。まったく、驚かせないでいただきたいもんですね。抜けになんてするはずありません。動揺しすぎだろお前、怪しいわ。うう、問い詰めたい。どうも同心姿だといらない警戒を呼んでる気がするな。それに問い詰めるにしても証拠が足りないし、ここは一つアプローチを変えてみる必要があるかもしれないな。じゃあ着替えてきますか。あら、未来さん、いつもの着物に着替えるの？お願いします。わかったわ。それじゃあこっちに来てくれる？はい、出来上がり。やっぱり着物を着て帰るのは楽しいわね。また自由に着替えができるなんて夢みたいだわ。夢だなんて大げさですよ。あら、そうかしら。私の夢は、今一度未来さんを朝昼晩と着替えさせることで。なんて夢なんだ。すぐ叶いそうな気もするけど。とんでもない野望を抱いてるな、おかこさん。まあ、そんな頻繁に着替えなくてもいいですよ、ということで、うすじま屋に戻ります。さてと、服装を改めて出直してきたわけだけど、どんな風にして話を聞けばいいものかな。ん？なんだお前、ここで何をしてるんだ。いえ、別に何をしてるってわけでもないんですけど。店の前を裏付かれると迷惑だ。とっとと失せやがれ、このガキ。かなり強気だな、こいつ。さっきはあんなに慌ててたくせに。強いものに弱くて、弱いものに強いタイプだな、この人。あの、ちょっとだけ話を聞かせてもらってもいいですか？話？なんだ、俺は忙しいんだ。いえ、すぐに済みますから。ちっ、やかましいガキだな。なんだ、とっとと言いやがれ。とっとと話を聞いてみよう。なんかね、感じ悪い、この人。え、ごめんね、見せるんじゃないんだ、話すんだ。この店の噂。あの、うすじま屋の噂話のことなんですけど。噂話だと？ええ、うすじま屋が抜け荷をやってるっていう。抜け荷？お前もその話か。どうなってるんだ。さっきは町方役人が聞きに来やがったし。この噂話、本当なんですか？そんなわけあるか。うちの抜けには誰にもバレないようにやってるはずなんだ。自分で抜けにやってるって白状してるけど、アホか。そんな噂話なんか立つはずがないだろう。やっぱり未来君もこいつアホだって気づいたね。語るに落ちるとはまさにこのことだな。どうやら抜け荷をやっているのは間違いなさそうだ。本人の出現だけじゃ証拠にはならないだろうけど。くそ、一体どうなってやがんだ。早く来ないかな、あいつら。このことを相談したいのに。
あいつら、誰かを待ってるんですか？うるさい。お前には関係ねえだろ。これは俺とあいつらの取引だ。邪魔するんじゃねえ。どうやら待ってるのは取引相手みたいですね。どうやら何かの取引相手を待っているらしい。これだけ隙だらけなら無理に問い詰めてもよかったかな。まあ突破口も見えたし、この方法で進めてみよう。どうにかして店の中に入ることはできそうだ。じゃあその突破口ね。ヒントをくれたのはおたまさん。使いましょう、この割り符。あの、これなんですけど。こいつはうちの店の割り符じゃねえか。これを持ってるってことはお前が取引相手か。ええ、その通りです。やった、うまくいったぞ。それならそうと早く言えよ。妙なことを聞きやがって。ったく、抜け荷のことがバレたのかとヒヤヒヤしたじゃねえか。すみません。バレてますよ。それより、あのお方はいつ頃ここに来る予定なんだ？あのお方？なんだよ、今更とぼけてるんじゃねえぞ。あのお方って言ったらあのお方のことに決まってるだろうが。まいったな、あのお方って言われても。適当に話を合わせるしかないかな。なんか他には待ち人がいるみたいですね。お前、まさか。まずい。ひょっとして入ったばかりの新人か何かなのか？え？そうか、それなら何も知らなくても仕方ねえな。こいつバカだな。悪かったな、怒鳴っちまって。いえ、なんとかなったみたいだ。じゃあアホに聞くか、この店の噂。あの、うすじま屋の噂話のことなんですけど。やめろよ、もうその話は。抜け荷がバレてるんじゃねえかと思ってドキドキするだろ。でも待てよ、お前は冗談だとしても、さっきの町方役にも確か噂を聞いたって言ってたな。やべ、まずい。本当に噂話が流れちまってるのか。こうなったらあのお方に相談するしかねえな。あのお方なら噂話を一つや二つ握りつぶせるだろうし。またあのお方か。一体何者なんだ。噂話を握りつぶせる権力を持ったやつってことかな。誰だ？あのお方って誰？あの、さっきから言っているあのお方って。何言ってんだ。あのお方といえばあのお方に決まってるだろう。答えになってない。お前の雇い主じゃねえか。僕の？お奉行様は違うから。だってお前は俺の取引相手の使いっ走りなんだろ。そういえばそういう設定だったな。それとも雇い主に会ったこともねえってのか。ええ、実は複雑な事情があって。未来君、これだとかなり下っ端って扱いにされそうな気がするけど。なんだ、そうだったのか。なら仕方ねえな。この人、悪人に向いてないな。悪人顔だけど。あの方ってのは、とある大臣の旗本の旦那だよ。俺のやってる裏取引の出資者でもあるんだが。まあ、あのお方は後でこの店に来ることになってる。お前もこの店で待ってりゃ後で会えるだろうぜ。本当ですか？
思わぬ収穫だな。抜け荷の関係者の正体を見ることができるなんて。さて、それじゃあ店の中に入るとするか。ところでお前、何の用事でここに来たんだっけ？え？まあいいか、とにかくあのお方を待つとしよう。いいのかな、この人。とりあえず店の中に入れるようにはなったみたいだけど。ということで、やっとブス島屋の中見れるようになったみたいなんですけど、今回のパートは一度ここで区切りたいと思います。なんとなくね、最新の旗本とかね、権力があるとかね、キーワードっぽいことが出てきたから、なんとなくあのお方像が分かってきたというか予想がついてきたんですが、まあそれはね、どうせ待ってれば来るらしいのでわかるでしょう。今回のパートはバカとのお話でした。あいつの名前、ヤブなんとかって言ってたけど、アホでいいと思う。うん、あ、そうだそうだ、ネタバラシしなきゃ。途中で宣伝入れたと思うんですけど、 CM あれは嘘告知です。予定ないので勘違いしないように。でね、あれネタ分かってくれた人は分かってくれたと思うんですが、金田一少年の事件簿のパロのつもりで書きました。未来くんがはじめちゃんで、おときちゃんがみゆきちゃんで、お奉行様が剣持のおっちゃんで、勘三郎さんが明智さんのつもりで書きました。なんで定七さんや今市さんたちを置いて勘三郎さんが出張ってるんだって思うかもしれないんですけど、明智さん役ができるメガネキャラ他に見当たらなくって、そういえば勘三郎さんメガネしてたなと思って、それで勘三郎さんが配役されました。で、生放送とかね、やり方知らないし、やっても人が集まらないと思うので予定はないんですが、嘘告知としてちょっとやってみました。信じてしまった方は多分いないと思いますが、もしもいたらすいませんでした。ではでは、次回もよろしくお願いします。